はい、皆さんこんにちは、渡辺裕樹です。高橋の勝負でのプロ野球スピリッツ2015のプレーですね、続きを行っていきたいと思います。まずは疲れてきてます、疲労が200溜まってますので、アシスタントさん呼んでちょっとでも疲れを取りましょうと思ったんですけど、今日移動日ですね、これ見るとね。なんで休息すれば全部疲れは取れます。さあ札幌に移動して、ファイターズとの戦いですが、ピッチャーが有原ですか。ストレート156キロ縦のスライダー、ここまで由伸ですね、前回のソフトバンク戦で、3試合ノーヒットになってますので、なんとかねこのファイターズとの初戦1本でもいいのでヒットをね打ちたいと思っています。球速を上げてですね、コンピューターの強さも強いに変えてからちょっと成績がね良くないと、特にストレートについていけないっていうのがあるんで、変化球をね中心に狙っていきたいなと思います。セパ交流戦、さあ早速1回の表、ツーアウトランナーなし、高橋由伸第1打席です。さあそして高橋、この打席でホームランを放てば今シーズン30本、西さん30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ30号となるのか。これカットボールですね。外に決まりました。変化球2球続けてきてます。これは縦のスライダーです。うわー、これはバックで入ってるか。西さん、各球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか。当然それ田中健介を迎えます。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。うわ綺麗だな。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。ファイターズの北海道ドームは綺麗ですね、本当に。札幌ドームか。札幌ドームは本当に綺麗。バッターは3番高橋、ヒットでランナーを一塁に置いています。縦のスライダー多投してくるから走ってきませんね。縦のスライダーをね、狙っていきたいと思う。どうだ、これは入るか。打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてスタンドには届きません。カーブだと思います。バッターランナーは二塁と、ホームにピンチになりました。進入してくれても良かったかなと思うんだけど。ここはいいバッティングをされました。ツーベースヒットでランナー二塁三塁となっています。いやーちょっと慎重になりすぎてましたよね。これ小さい球場だったら入ってますね。フェンス直撃のツーです。さあそしてバッターボックスには阿部が入っています。さあ逆転となるランナーを背負います。まあ、当然同点にもさせた。ライトへ持っていった。大きいぞ。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになった。ボールは中継。サードランナーホームイン。送球する。うわアウトか。ジャイアンツここはうまく、うわー走塁でのミスが出てしまいました。ちょっとね見ちゃったんですよね、落ちるかどうかっていうので。打順は3番高橋。前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。走塁でのミスがありましたからね、ここを取り返したい。変化球は外、あっという間に2ストライクです。ボールになります。ボール2ストライク、追い込まれた状況で有原何を投げてくる。お危ないな、外れてますか。ピッチャー決まったと思ったんでしょうね。本当に微妙なところに来ました、はい、さあ外れて低めの球、これは外れます。3ボール2ストライク。
これスローカーブですね。これはどうだ、真ん中にきました。これは落ちるスライダーですね。これが8球目。うわ、最後はビシッとストレート、147キロ。さあこの終盤、一塁には勝ち越しのランナーです。バッターは田中。まあ1点が欲しい場面なんで送らせた。ちょっと出遅れた。ワンバウンドヒットになった。打ったバッター二塁へ。勝ち越しのランナーが三塁を回った。中継にボールが送られた。ワンバウンドランナー一気に多い。ここは低めをうまく打ち返していきました。そうですね、完全に変化球を待ってましたね。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のために、もうこのね、守備走塁でのミスはバッティングで返すしかない。なんとか打席には3番バッター高橋、はい、連続安打でランナーを背負っています。速球、スライダー、スプリット、チェンジアップ、カーブ。さあ点を許したくないこの場面。はい、このスライダーのキレ半端ない。ストライクを取ってきましたね。やはりボールに自信があるんでしょうね。なるほど、ファウルボールです。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。うわー、入ってくるのか、このスライダー。ツーアウトになっています。あそこからぐーっと曲がってくるんだな。助かりましたよ。いやー、本当に申し訳ないですね、今の試合はね。試合を制したのは日本ハムファイターズです。西さん、非常にいい具合。じわじわとジャイアンツの1位のゲーム差が縮まってきましたね。今日は4番で、阿部がファーストではなくてキャッチャーに入ってます。ちょっとね、前の試合、まず走塁は、出遅れ。もしかしたらセンターが取るかなと思って出遅れたので、その分取り返そうと思ってホームに行こうと思って間に合わなくて戻ったんですけど、まあ走塁死ですね。そしてもう一個守備の方のミスはですね、まあこちらも完全な出遅れですね。まあ前の試合は由伸のミスが元で負けたと言ってもおかしくないぐらいのミスを連発してしまったんで、それを取り返したいと思います。さあそして高橋、この打席でホームランを放てば今シーズン30本。まずはストレート142キロ。30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ30号となるのか。ボールになります。3球続けてストレートが来ています。インコース変化球決まりません。まあここはゾーンギリギリを狙って。わー、147キロストレート。1回の裏、これからファイターズの攻撃が始まります。今日1番に田中じゃなくて西川。ファイターズはご覧のようなオーダーとなっています。バッターは西川。さあここから初回の攻撃になるわけですが、打ちました。打球はレフトへ。ここは打ち上げています。飛ばしました。点を取り合って1点リードの場面で3回の表、ジャイアンツの攻撃、高橋由伸の打席です。バッターボックスには3番高橋。
吉川、まずは先頭バッターを打ち取っています。まずは初球ボール入れてワンボールです。これはチェンジアップがね、インコース決めてきた。次が3球目、これは高めのストレート外してきたようなボールですね。4球目は何で来るか。うわーストレートか、高めに決まりました。ツーボールツーストライクです。これはうまく打ったぞ。追っつけて打ちました。ただ中田がスーパーキャッチ、いいプレーが出ました。いいプレーが出ました。ファインプレーです。これ中田のスーパーキャッチ、見事なスライディングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いや上から取れるかな、あのボール。3番バッター高橋、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはファイターズが吉川、そしてジャイアンツが杉内、この2人の投げ合いとなっています。これも外れますね。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。3ボールになりました。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。いやこの盗塁は痛いですね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。そうですね。わこれはいいところ、スリーボールから粘ってフルカウントです、うん、これはフォアボールですね。フォアボールのランナーを出します。ファイターズ逆転を許してます。小宮山さん、宮西のピッチャーはスイッチです。ちょっと宮西のデータ確認しましょう。ストレート148キロ、スラーブシンカーに、あスラーブが2種類あるんですね。キャッチャーにも注目したいと思います。ちょっと大谷がいるんで、ちょっと大谷もせっかくなんで見ましょう。ストレート162キロか、高速カーブ、スローカーブ、フォーク、大谷ともね対戦する日が来ると思いますけど、楽しみですね。まずはスラーブから。ストライクです。2種類持ってるスラーブにとってですか。これはこのシンカーの外れました。さてバッターボックスの高橋、どういったタイプのバッターでしょうか。まあリストが強くてね、逆方向への一発が打てるバッターですね。そうですか。あーボールですか。はい、フォアボール。ここでフォアボールを与えました。は4点リードされてしまっているという場面で、バッターボックスは3番高橋、ピッチャーの増井に変わっています。ストレート154キロ、スライダー、フォークにカーブ、難しいな、まあ、そうですね。最後きっちり締めてもらいたいですね。カーブちょっと狙っていきますか。スライダーカーブ、フォークとストレートはちょっと捨てるしかなさそう。インサイド外れます。スピードボールを持っています。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。あーストレートじゃなくてスライダーだったか。内野フライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。今日はヒットなし。日本ハムファイターズが見事勝利を収めました。西さん、やはりね、広島とのゲーム差がだいぶ縮まってきましたね。さあアロマテラピー
アロマセラピストさんに、仕事を依頼して、調子をちょっと上げましょう。そして、第3戦の日本ハムの方の先発は北貫ですね。元巨人の北貫。今日も阿部が先発のマスクをかぶっています。打率がね、急降下してますね。ホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。通信から入ってきました。30号となるのか。外れていきます。改めてお聞きします、バッターの高橋、バッターとしてはどういう特徴がありますか？打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。まあそうですか。内へのボール外れました。うわー、ツーシム微妙に動くボールですね。ストライクです。まあ、ここは腕を振ってしっかり狙って勝負ですね。なるほど。このボールは外れてフォアボール。ツーアウト。初球は何から入ってくるか。初球ストライク。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。ファウルになります。これは三塁までいけるな。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。それをフォローする。ファイターズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。バッターは5番長野。ファイターズフォアボールをきっかけにピンチを広げています。さあ1打出れば先制という場面。まずは見送ります。ワンボール。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。落ちるボール見逃します。これが4球目。これは足元への変化球。さあ2ストライク追い込みました。先制なるか。フルカウントになりました。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。ここは草抜きがこらえたという感じですね。なんとかこのピンチを切り抜けました。スライダーかな。ご覧いただきましょう。先に点を取られそうな場面でしたが、大谷との試合にはなりませんでしたけど、日産やはり今度はホームに迎えた大谷と東京ドームで対戦とかっていうのがあるかもしれませんからね。田中が打席に入ります。さあここから初回の攻撃になるわけですが、日産最近打席振っていきましたが、吉野部3回の表の第2打席はワンアウトランナー2塁、一打先制という場面。さあファイターズ先制のピンチを迎えています。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。うん、そうですよね。まあそしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので配球には注意が必要ですね。うわ、フォークボール甘いところに来たんだ。初球甘いコースでしたがタイミング合いませんでした。外角低めのストライク、すぐに追い込みました。うわこのピンチ見事三振。三球で片付けられた。まあ、今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあ、ただ次のバッターが彼なんでね、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。その警戒すべき高橋が打席に入っています。すごいワンストライク。これで3ボールになりました。そうですか。これで3ボール。勝ち越しのチャンスで
バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は4割3分6厘となっています。すごい数字ですね。これはうまく打ちましたね。抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、ホームへ、レフト前ヒット、高橋、これが今日の初ヒット。これはこれでランナーは3塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあ、そして打席には阿部が入ります。さあ、なおもピンチの場面。ここは勝ち越しを許さない強気のピッチングを見せてほしいですね。なるほど、そうですよね。3球目は何で来るか。アウトコース、これは見送ってボールです。阿部はどんなバッティングをするか。いい当たりだ、ファーストの右、ファウルです。これとしてフルカウント、これは外れます。フルカウントになります。打ちました、この打球はファウルグラウンドへ。左に切れてファウル、インサイド打った、抜けていった、三塁送球はどうか。サードランナーがホームに帰っていきました。よし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 、ジャイアンツここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。このゲーバッターボックス高橋、宮西にスイッチしてます。先ほどの打席でヒットを放っています。おっと、デッドボール、あっとデッドボールだ、当たってしまいました。お、同点に追いつかれてしまってますね。さあ、そしてお、4番中田だ、得点圏打つな。さあ、チャンスに強い、まあ、ここで勝ち越しておけるとだいぶ有利になりますから、なんとかしたいですね。なるほど、そうですね。ストレート打った、ショート正面、抑えた、一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。さあ、そして打席にはレアードが入ります。ここは高打順ですから勝負どころですよ。レアードなんているんだ今。なおもチャンスは続きます。まあ今度はし空振り三振、タイムリーと、なんとか切り抜けました。ちょっと最近由伸活躍できてないんで、なんとか。バッターは3番高橋。クロッタのちょっと持ち球もう一度確認させてください。ストレート、スライダー、スプリットファースト、カーブにチェンジアップか。まずはそのストレートから。初球手を出してきません。低めで打ち損じを狙いたいですね。これもストレートですね。なるほど、そうですか。これがチェンジアップか。緩いボールを持ってきました。このストレートは打つのが難しい。バッターも手を出してくるカウントですから、インコースのストレート、これはゲッツーにはならないだろう。よし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 、二塁フォースアウト、ランナー、まあ、よしよしじゃないんですけど。バッターボックスは4番阿部。先ほどの打席はピッチャーゴロ、併殺打となってしまいました。ゲッツー崩れでランナー残りました。ここは長打が怖いカウントですから低めがいいように思いますね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。うわー、飛び出しちゃった。一塁送球、アウト、刺されました。さあ、ご覧ください。ちょっとその打席のまずさを走塁でなんとかしようと思って飛び出しちゃった。さあ、一塁、こうやって成績が出ないと悪循環になるっていうのがよくわかりますね。見逃し三振。こちらが両外観ですね。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。一二塁間抜けるな。ラストランナーセカンドバッテ三塁に向かう。サヨナラのピンチで、サードまでランナーが進みましたね。中田か。まあそうですね。これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。ここも歩かせですね。ここは勝負を避けました。レアードと対戦します。レアード、チャンスが広がっています。空振り三振、前にボールを飛ばせません。
そして大谷か、バットには当てたかったんですけどね、手が出ません、三振。白熱するなこの試合は本当に。おお、そしてチャンスで回ってきた、ここはヒット打ちたい。ピッチャーはマスが、さっきも対戦してるんですけど、もう一つね重要な場面なのでデータ確認します。ストレート、フォーク、スライダー、カーブ、ストレート、フォークか、スライダー、カーブ。なるほど、そうですね。さあまず1球目、まずはストレートから入ってきました。いいコースですが外れています。ツーアウトランナー3塁1塁、インコース低めのストライク、150キロ、このカーブは外れてます。この球は、ああ外れました。さあ4球目は何か、このストレートは全然タイミング合わない。さあバッター追い込まれています。うわー、最後のストレートかー、ジャイアンツがなんとか勝ってはくれそう。いやでもツーアウトランナー三塁、まあ、しかも中田か、ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね。これは抜けた、同点だ。サードランナーホームイン、ファイター。ご覧いただきましょう、この大事な場面で貴重な同点。さあここで打順は5番レアード、ファイターズこの回同点に成功、攻撃は続いています。西さん、ここからですね。そうですね、なんとかサヨナラに持ち込みたいですね。さあこの勢いを外れてフォアボール、ツーアウトランナー2塁1塁で大谷翔平ですね。さあファイターズ一打サヨナラの絶好の場面です。流れは来ていると思いますから、ここは最大のチャンス。うわー、サヨナラだー、ワンバンのヒットになった。セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラなるか、ホームイン、決めた大谷、サヨナラのタイムリーヒット、なんという劇的な幕切れ、鮮やかなバッティングでした。この人もタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみ、言葉がちょっと出てこないです。いやー、悔しい結果になってしまいました。まあ、気を取り直してね、次のロッテ戦頑張っていきたいと思います。今回はここまで、次回も応援よろしくお願いします。